皆さんこんにちは、小林道塾掲載塾長の小林です。田村です。はい、今回はですね、2021年度版英単語帳徹底比較ということで、まあ今までもですね、たくさん英単語帳は紹介したりとか比較検討してきたんですけれども、今回2021年度版ということで、これからね、まあ勉強を始める方とか、もしくは英単語帳を調べたいよっていう方に向けて、なんと今回全部で9個の英単語帳について徹底分析をしていくということになりました。はい、で、まあ皆さんがね、よく使う単語帳もたくさん入っていると思いますし、まあこれから単語帳を選ぶ方は参考にしてください。うん、まあただね、まず先に1個だけ言っとくんだけども、はい、まあ、今日紹介するのはいわゆる大学受験の標準レベルから、うん、まあ、ちょっと難しいってものも入ってますけど、はい、まあ、そういうレベル帯なので、別にね、こっちだから受かる、こっちだから受からないとか、うん、こっちだから成績が伸びないってことないので、はい、自分に合ったものをね、使えばいいし、まあ、学校で配られて今それやってんなら、それをどん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 突き詰めばいいと思うので、まあ、そこだけね、あんまり迷っても仕方がないことなので、はい、考えておいてください。はい、では最初に、この単語帳9冊ですね、概要をまず紹介します。表ですね、ご覧ください。はい、見ていただくと、ほぼすべての英単語帳が2000語前後あります。うん、まあ、これは難関単語だけでなく、基礎的な単語も一冊にまとめているためですね。で、この中でも見出し語が一番多いのはデュオです。うん、はい、こちら後に説明するんですが、熟語が入っているためちょっと多いです。うん、一方、鉄壁は2176語と、一見少なそうに見えるんですが、実はこちら、まあ、多数の派生語が同じ見出し語として、ね、はい、入っているため、うん、まあ、実際もっと多いです。まあ、これご存知の方も多いと思います。一方で、この新しくこと入れた夢単ですね。うん、こちらはまあ1000語とちょっと少ないです。で、理由としては、夢単の難関大学合格の必須レベルは基礎的な単語というのはほぼありません。はい、逆に言うと、基礎的単語から学びたい人はその人のレベルも一緒にやる必要がある、そういった単語帳ですね。はい、まあ、どれもですね、まあ、レビュー高いですし、はい、まあ、僕らとしても、まあ、どれを使っていただいても、うん、まあ、その大きな問題はないものを選んでいるので、はい、まあね、こういったものを参考にしてやってみてください。はい、これで最高額としては鉄壁の2310円、はい、やっぱり高いですね。うん、その他夢単単語を除いて1000円から1300円の間です。最安値はリープの1045円でした。はい、また鉄壁だけね、やっぱ分厚さがだいぶ違いますから、す、ね、まあ、ちょっと高いっていうのはありますけど、まあまあ大体ね、はい、まあ、1000円台ぐらいで買えるぞということですね。はい、続いて発売年数としては、単語2200とデュオ以外は全て2015年以降の発売になってます。うん、まあ、その中でも一番新しいのは鉄壁とターゲットで、去年シスタント速読英単語に関しては一昨年改訂されました。はい、この4冊に関してはね、どれも新しめなので、はい、結構その新しい大学入試のデータを取り込んで傾向にね、出してくれているので、まあ、いい本かなというふうには思います。はい、では続いてこちらの単語帳の音声有無について見ていきたいと思います。うん、でこの理由としては、音声を聞きながら単語を発声することで、目だけでなく耳と口両方を五感で覚えるためですね。大事だね。はい、こちらまあ以前挙げた動画で、まあ、共通テストは速読力でなく、まあ、リスニング力もかなり重要性を増すっていう話をしました。なので長文音声で聞きながら音読しようって話をしたと思うんですが、まあ、それは当然単語も同様で、まあ、結局言語のため音声を使って学習を進めた方が効率がいいと思ったので今回は調べました。はい、じゃあ表を出してもらいましょうね。はい、こちらご覧いただくと、まず鉄壁単語デュオ以外は全て音声がついています。こちらネットでダウンロードしてきて聞くことが可能なので、手持ちのスマホに入れれば外でも練習できるということが可能になります。いいですね。はい、この中で夢単は CD もあるんですがダウンロードも可能ですね。うん、はい、この音声にも特徴があって、例えばシスタンはアメリカ英語、単語、イギリス英語の順番に聞けるので、イギリス英語の対策ができるっていうのと、速読英単語はアップビートのちょっと BGM が音声あるため、うん、まあ、学習者を飽きさせない作りになってるのでおすすめです。はい、結構いろいろね、工夫があっていいですよね。そうですね。はい。鉄壁、単語、デュオ、一方、こちらの単語の音声というのは全て CD 式で別売りです。うん、で鉄壁に関しては難関大志望の受験生に関しては王道の単語帳だと思うんですが、まあ、意外に音声がダウンロードできないというデメリットがありました。はい、まあ、なので値段を抑えつつ単語音声使ってしっかり学習したい人はこの3冊以外の単語帳がおすすめかなっていう感じですね。うん、またデュオに関してはまあ CD を使って学習することをまあ進めてるんですが、そうですね、はい、まあ、CD が実は基礎用と復習用2つ合わせて、まあ、別途税別で4000円かかってしまってちょっと高いですね。うん、はい、まあ、なのでこのもちろんデュオ単語帳としてはいいんですが、コスパ重視のため、うん、まあ、音声を無料でダウンロードできる単語帳を使った方がもしかしたらいいかもしれません。そうですね、まあ、別にねお金どれだけかけても、はい、デュオでやりたいとか鉄壁でやりたいっていう人は別に止めるということではないんですけど、はい、まあ、とりあえず手軽にね、シスタンとかだったらすぐダウンロードとかもできて、はい、まあ、いろいろ聞けていいかなとかっていうのはあるかもしれませんね。はい、はい、では続いて個別のそれぞれ単語帳について簡単に長所と短所を見ていきます。はい、まず鉄壁からですね、まあ、長所としては、まあ、ご存知の通り圧倒的網羅率というのがあります。まあ、基礎から応用まで大まかに英検でいうと、まあ、準2級から準1級まで3級と1級レベルの単語も若干含まれている印象です。でこちら、まあ、イラストがあり画像でイメージしやすいということと、うん、まあ、接頭語や設備語など、まあ、単語の語源の説明があり、まあ、暗記に役立てられるということ、まあ、セクションごとに習得度の確認ができるっていうことと、あと持ってるだけで頭良さそうに見られるっていうそういった長所がございます。まあ最後はね、まあ、ちょっとお笑い話ですけどね。そうですね。一方で短所としては、はい、分厚く回すのに時間がかかるっていうのが
ね。ありますね。挫折しやすい単語帳だと思います。また音声がついてないっていうことと値段が高いっていうことですかね、うん、ではこれ鉄壁どういう人におすすめかというと、まあ、前提としては英単語に時間かけられる人で、その中でも一冊を極めたい人、また根気よく努力できる人、イラストや語源を使い単語を覚えたい人におすすめです、はい。まあ、むしろあとはね、例えばターゲットレベルとかシスタンレベルだったら、うん、もう実は半分ぐらい分かってるよと、うん、でもう受験までこの一冊で完璧にやりきるぞっていう風にできる人はね、うん、鉄壁でもいいかもしれませんけれども、はい、まあ、基本的に効率だけを考えたら、まずはよく出るものだけ、ね、1500語とか2000語を回しちゃった方が、うん、まあ、当然効率はいいですよね、はい、そうですね、うん、だからそういう観点で言うと、まあ、鉄壁はある程度基礎力がある方にね、うん、おすすめできるかなと思います。はい、じゃあ続いてターゲット1900ですね、はい、長所としては簡潔で見やすいレイアウトということ、うん、単語が重要度で並べられているため優先すべきものが分かりやすいということ、うん、基礎から応用まで1900語に凝縮されているということ、また最後音声がついており学習に役立てられるということです、はい。まあ、非常にスタンダードなレイアウトなので、はい、まさに皆さんがイメージする単語帳、はい、英単語がドンと載ってて右側に日本語がドンって載ってて、はい、そのさらに右側に例文が載ってるっていう ね、まあ、一番スタンダードな、ね、うん、形だと思いますね、はい。一方でじゃあ短所としては派生語などの記載が限定的ということと、まあ、語源の記載がないためそういうのが必要な方は別の単語帳必要かもしれません、うん、どんな人におすすめかというと、まあ、最速でとにかく英単語を固めたい人と一語一義型で単語を覚えたい人です。そうですね、まあ、基本的にはあの非常にですねスタンダードだとはいえ、やっぱり逆に言うと鉄壁みたいなグループ化されてないんで、はい、ちょっと覚えにくさがあるって感じる人もいるかもしれないし、うん、あとはそのシスタン後で出てくるみたいな、ミニマルフレーズとか、まあ、そういったものもないので、うん、まあ、基本的には結構まあゴリ押しで覚えていくという形になりますけど、うん、まあ、ただやっぱりなんだかんだですよ、かかる時間をいろいろ見てると、はい、一番まあ1900語を習得するだけ、とりあえず ね単語だけ覚えるという意味ではターゲットが早いかもしれないなという感じはします。はい、はい、では続いてシスタン無印について見ていきましょう、はいはい。長所としてはこちら、一冊で難関大合格までに必要な要素が揃っており、まあ、バランスが揃っているオールラウンダーですね、うん、まあ、任天堂のゲームでいうと、まあ、マリオっていう感じでしょうかよくわかんないけどね、はい、はい。一方またあの基礎単語から難関単語多義語までの単語のレベルと種類が幅広く揃ってます、うんうんうん。一方でじゃあ短所としては、まあ、前提としてオールラウンダーというだけあって致命的な欠点というのはちょっとないんですが、うん、まあ、語源の記載が強いていうのはないということと、また完全文の例文がなくてミニマルフレーズで代用されているためちょっとここは注意が必要かなっていう感じですね。そうですね、はい。でどんな人におすすめかというと、まあ、この一冊のみで単語を固め受験を突破したい人におすすめです。そうですね、あの個人的にはですね、はい、完全文の例文がないっていうのがやっぱ若干ちょっと、はい、個人的デメリットかなというのは思います、うん。で、ある程度基礎力がある人はフレーズだけ分かればそれを英作文に転用したりとか、はい、読解にも転用できるんだけど、やっぱ基礎がない人はある程度文章でこう思い出してですね、うん、あんなこと言ってたなみたいなので流れでやっぱ理解していく方がいいので、うん、もしかするとそういう人はですね、逆にターゲットみたいにもう一問一答みたいなものに振り切るか、速読英単語みたいな、こうちゃんとストーリー含めてなんかその流れで、はい、あ、そういえばあの時なんかああいう風に言ってたな、あ、これってこういう意味だっていう風に思い出しやすいものにした方がいいかもしれません、はい。ただ基礎力ある方にはね、やっぱり非常にオールラウンドでおすすめですし、はい、あとやっぱ出る単語が載ってるなって印象はやっぱ高いですね、うん、システム英単語はね。そうですね、はい。じゃあ続いて速読英単語必修編ですね。じゃあ長所としては先ほど小林さんがおっしゃったように、まあ、長文でとにかく単語を覚えていくので、長文内で実際に単語が使われているのかっていうのを学べるっていうことですね、まあ、単語対策をやりつつ長文にも触れられるっていうメリットがあります、うん。また後ろにまとめて覚えておきたい、まあ、接頭語接尾語のリストがあるため、まあ、覚えれば単語の学習が楽になると思います、うん。一方で短所としては、まあ、テーマや優先順位ごとに並べられてないので、ちょっとメリハリがつけて学びづらいかなっていうことと、これ一冊だと単語の到達レベルというのはちょっと若干低いですね、うん。まあ、この理由としては上に上級編が単純にあるためです、はい。じゃあどんな人におすすめかというと、まあ、とにかく長文で単語がどう使われているのかっていうのを学びつつ確認しながら学習したい人ですね、はい。僕個人的には結構速読英単語おすすめで、うん、最近使っている人がすごい少ないみたいなんですけど、はい、まあ、速読英単語例えば最初はもう単語帳としてだけこう使って、はい、なんとなく8割とか7割ぐらい覚えて、その上でこう読解をしながら覚える使い方もできるし、うん、確かに最初から音読しながらやるってこともできるので、うん、意外と使いやすいと思いますね、うん。で、あの改訂になってからですね、その長文の解説みたいなのが一部ね、あの別冊みたいなものに入ったりもしているので、うん、まあ、結構ね個人的にはいいと思うんですけど、うん、最近の受験生見てると使ってる人少ないよね。少ないですね。そうなんですよね、はい。まあ、まあまあいい本だとは思います。はい、コスパはいいかもしれません。はい、じゃあ続いて夢単ですね。はい、こちらまず長所としては、まあ、戦後なので難関単語のみを集中して覚えられるっていうのがあります。またユニットごとに習得度のチェックできるページがあり、まあ、自分の進捗が可視化できるっていうのがモチベーションにつながる可能性もあります。またこちら学習手順の方法と所要時間というのが丁寧に書かれているということと、まあ、最後に先生の語彙の学習方法のワンポイントアドバイスがあるので、うん、そういうのちょっと見てみたいなって方はいいかもしれません、はい。
はい、一方短所としてはこちら基礎的な単語っていうのは一つ下のレベルか他の単語帳で補う必要があります。また意味が多数載っており、人によってはどれを優先的に覚えたらいいかちょっと分かりづらい場合もあるかもしれません。あと語源の記載もちょっとないですね。はい、じゃあこちらどんな人におすすめかというと、まあ、基礎的な単語力がすでにあって、まあ、難関単語のみ集中して覚えたい人、また自分の進捗っていうのを数値化したい人っていうのがおすすめです。はい、まあ、別にいい本ではあるんですけど、はい、まあ、戦後っていうところに多分ちょっと僕はですけど、はい、執着しすぎちゃった本かなというふうには感じますね。やっぱりその高校生で受験勉強する人を見ると、はい、夢単にストレートに入れる人って意外に多くない。うん、やっぱりその1個下、まあ、ターゲットでいうと1400ぐらいになってるような単語もやっといてねっていう部分、うん、もあるし、確かに、まあ、でもそこはある程度できるんだよって人って意外と少ないので、うん、そうするとどうしてもなんかこれともう一冊基礎的なものをやらなきゃいけなくなるってことも意外とあるので、そうですね、はい、まあ、そこは自分でレベルを見極めていただきたいなというふうに思います。はい、ただ例えば学校の勉強とかをしっかりやってたりとか、もともと英検対策である程度単語をやっていて、で大学受験用にちょっとだけプラスするという意味ではこの戦後っていうのはいいボリュームだと思いますね。はい、じゃあ続いてストック4500ですね。はい、こちら長所としてはとにかく一期一会型で見やすく簡潔なレイアウト、うん、すべての見出し語に暗記を助ける関先生のコメント記憶ブースターというのがあります。はいはい、例えばこちら住むっていうのは reside っていうのを名詞が、まあ、レジデンスなんですが、まあ、これは例えば日本語ではマンション名で〇〇レジデンスっていうふうに使われるなどと、うんうん、まあ、見ててなるほどって思うコメントが多いですね。はい、でまた単語が実際の入試でどう出題されるか区別されており実践で役立てられます。まあ、例えば arise っていうのは、まあ、自動詞他動詞の区別が問われる動詞などですね。うん、一方で短所としてはちょっと他の単語帳と比較すると難関単語は若干少なめな印象です。また多義語に対応してないっていうのがありますね。でこちらどんな人におすすめかというと、まあ、コンパクトに一期一会型で単語を覚えたい人、かつ、まあ、記憶ブースターを使って、まあ、ちょっと関先生のアドバイスを聞きながら単語を覚えたい人、うん、あと単純に関先生ファンもおすすめですね。そうですね、はい、まあ、参考書としては非常にいいものなので、例えばこうターゲットだとちょっと味気ないなという人はちょっとこっちでねやってみるっていうのもありかなと思いますね。はい、どちらかといえば、まあ、ターゲット型にまあ近い、うん、単語帳だと思います。はい、では続いて単語を2200に見ていきます。はい、長所としては到達レベルが高い、これに尽きると思います。また単語の学習ペースを日割りで作ってくれてます。1日1ユニットですね。でこの1ユニットの中には実は基礎から難関単語まで全て含まっており、全レベルの単語を毎日少しずつ学べる、そういった特徴になってます。また派生語および同音義語が意味のすぐ下にあり見やすいレイアウトになってます。一方で短所としては与えられたペースだとちょっと1周するのに2ヶ月半かかってしまうので、そうだね、ちょっと時間かかりすぎちゃうかなって印象です。はい、また情報量が多すぎるがゆえに混乱してしまう人もいるかもしれません。最後に語源記載がないというのも短所の一つかなと思います。じゃあこの単語をどんな人におすすめかというと、とにかく時間かけても毎日決められたペースで着実に単語力を身につけたい、および進行位置とか、まあ、高校2年生の方で私文、うん、私立文系型の人なんかにはおすすめなんかじゃないかなと思います。そうですね、はい、では次行きましょう。はい、ではデュオですね。こちらは特殊なので簡単な特徴の説明からいきます。まずデュオは単文から単語を覚えるレイアウトです。はい、で一つの単文に複数単語が入っており、それを覚えるイメージです。まあ、なので単語単体よりもその単文を音声などで聞きまくってそれごと覚えちゃうっていう、うん、まあ、単語を超えて英語で英語を覚えるための教材と言ってもいいかもしれません。で長所としてはこちら見やすいレイアウトっていうのがあります。で達成目標、学習方法が明確に記載があるというのがあります。また最初に冒頭で言った通り熟語の記載っていうのがあります。うん、一方で短所としては音声を使いたい参考書なのにもかかわらず音声が別売りだっていうのがありますね。またこちら要求がちょっと高いため挫折してしまう可能性もあります。うん、また語源の記載もありません。じゃあどんな人におすすめかというと、これはもうとにかく時間をかけても音声を使って聞きまくって英語で英語を理解できるまで極めたい人です。そうですね、はい、はい、まあ、実はですね、僕高校生の時デュオを買ったことあるんです、ね、あ、そうなんですね。はい、でしかもですね、親にこの別売りの CD1、はい、個か2000円ぐらいかな買ってもらって、はい、やったんですけど、はい、思い出すとね、15番とか20番までいかないで挫折しましたね。やっぱそうです。はい、やっぱりね、はい、単語を文章で覚えるって僕はなかなかできなかったんですよ。うん、まあ、できるって人もいるかもしれませんけどね、はい、だ全然別に悪いんじゃないんですけど、多分合う合わないは多分かなり激しい単語帳だと思うので、うん、そこはちょっとね、皆さん本屋さんとかで見るなりして選んでもらった方がいいかなとは思います。はい、であともう一個注意点としては、デュオっていうのは英語学習における重要な単語を持ってきましたよという単語帳なので、まあ、ぶっちゃけ大学受験のデータベースとかも取り込んでるとは言っているものの、はい、あんまり大学受験に特化してないですね。うん、なんかどっちかというと、まあ、TOEIC とか、うん、まあ、場合によっては一部 TOEFL 的なものとか英検とか、はい、いろんなものが結構混ざっているので、うん、まあ、正直大学受験に一直線という意味では、うん、あまりちょっと効果が高いかと言われるとそこまででもない。だから正直な話、ある程度もう学力が高くて、はい、例えば高校1年生とか中学3年生で英検でもかなりハイレベルのところに行ってるような子が、うん、まあ、もうね、受験の参考書というか単語帳
書ばっかりやってても仕方ないからさらに手を広げたいとかでやるぐらいの用途でいいのかなと、うん、もう高校3年生とかが手を出す単語帳じゃないかなという印象は正直ありますね。確かに。では最後にリープ紹介していきます、はい、長所としてはこちら語源の記載が詳しく暗記に役立てやすいというのがあります。いいですね、はい、例えば革命を示すレボリューションはこの RE で RE で逆にっていうのと VOW っていうのが回るっていう意味なので、うんうんうん、まあ、逆回転して権力や組織をひっくり返す、つまり革命っていうような説明があります。確かにリボルバーとかもそうだよね。そうですね、はい、なので覚えやすいかなって印象ですね、うん、また4技能対策に有効です。例えば Writing Speaking で必要な単語と Reading Listening にて必要な単語がこちら分けて完全に記載があります、うん、一方で短所としては難関単語が少なめっていうのがあります、まあ、こちら当然スピーキングに必須の優しめな単語も載ってるためどうしても長文読解の観点からだとボリューム不足かもしれません。はい、じゃどんな人におすすめかというと、まあ、語源から単語をしっかり暗記したい人と英語の4技能試験対策したい人ですね、まあ、特にスピーキングとライティング英検をがっつり対策したい人なんかにはこれ有効かもしれません。はい、ありがとうございます、はい、まあ、リープもですね、まあ、悪い単語帳ではないんですけど、うん、ちょっとまあストックに近いというか、はい、本当にその難関の例えばシスタンとかターゲットの後ろの方にあるところまでは実はあまりカバーしてないということ で、ね、うん、まあ、ただまあ例えば私立の中堅大学とか、はい、あとはまあ共通テストですよね、うん、その辺のレベルには十分対応できている単語帳になるのでまずはね自分の目標がそのレベルだよとか、はい、あとやっぱ高1高2生の子ですよね、うん、そういったところもしくはまあ先取りでやってる中3ぐらいの子、うん、そういう子が手を出す単語帳としてはねこの2冊はとてもいい本かなというふうには思います、うん、はい、はい、というわけでですね今日は英単語帳をざっと見ていきました。いかがだったでしょうか。まあ、基本的にはね自分が使いやすいと思ったものを使っていただければいいんですけれども一部その単語帳には注意点があったと思うのでそこをね、まあ、後で失敗したと思わないように気をつけて選んでください、はい、まあ、少なくともね今日挙げたような単語帳であればどこからスタートをしていただいたとしても大失敗ということはないですし、はい、単語はねもう覚えてなんぼなので、はい、別にどのような覚え方であろうが最終的にパッと見てねパッと意味が分かるようになれば、うん、別にどうやって覚えたっていいわけですよ。そうですね、ね、別に語源から覚えたって丸暗記したって別に何でもいいので、うん、そこはね別になんかこうカッコつけずですね、うん、愚直にやっていただければというふうに思います、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回のプチ切れコーナーでございます。はい、部活、学校の宿題、まあ、どっちも忙しすぎて小林さんがおっしゃってるような先取りする時間がありません、どうしたらいいでしょうかって質問を受けました。そうですね、はい、まあ、学校の勉強とか、まあ、部活とかも僕はね別に大事だと思ってるんです、うん、で先取りをしたいのであればその方の場合本当に時間が取れないということなんだけど、うん、でもよく考えてほしくて、はい、週に7日間部活があってで毎日宿題もたくさんあってってなったらもうこれじゃあこのまま高校卒業するんですかって話なんですよ、うん、なるほど。ですよね、はい、で別にそれがその方にとって別に自分にとっていいと、うん、ね、それが幸せなんだっていう方は別にそれでいいと思うんですよ、うん、部活も一生懸命やって学校の勉強も一生懸命やればいいと、うん、ただそれで自分が本当にやりたいことができないんだったら、うん、やっぱ何かしら、まあ、切らなきゃいけないですよ、ね、確かに、うん、だけど別に僕は切れと言いたいわけではなくて、うん、それは自分でどっちが大事かちゃんと考えてほしいんですよ、うん、これからの人生いろいろさ皆さんはこう選択迫られるわけですよ。そうですね、で例えばね、うん、忙しいけどお給料が高い会社と、はい、そんなに忙しくないけどお給料が普通の会社とか、うん、ね、いやめちゃめちゃやりたいことができるけど給料が安い会社ってあるかもしれないですよね、うん、はい、そうですね、そういったものも別にどれが偉いとかどれが正解ってないじゃないですか。ないですね、自分で決めなきゃいけないわけですよね、うん、いや自分はねお金稼ぎたいんだよって思えばじゃちょっとね自分のプライベートの時間なくなっても忙しい会社で働こうとか、うん、いや自分はやりがいが欲しいんだね、やりたいことだから別に給料はそんなこだわらないよって人もいるかもしれません、うんうんうん、なのでそれは自分で考えることなので、はい、皆さんがね何がいいのか自分のその高校生活、まあ、中学生かもしれないけど中学生活高校生活っていうのを充実させるためにどうすればいいのかってことをぜひ自分で考えて、はい、決めてください、はい、でその時にやっぱりね、ご家族とかそういう時に、ね、相談乗ってもらうのが僕はいいと思いますね。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です、はい。